はい、皆さん、こんにちは。アインです。今日はですね、ちょっと普段と違う動画を撮ってみたいと思います。で、今日はまあ、日常的な動画出してみたいと思います。で、今日は11月7日、日曜日ですね。で、今日は大体2つあって、1つはまあ、簿記の動画の収録と、で、午後からは、和楽器バンドっていうバンドなんですけど、そのバンドのライブを参加したいと思います。時刻は16時なんですけど、16時なんですけど、グッズの販売はですね、13時なんですよ。ですから、今年のペンライトは買ってない。ペンライ買ってないと、まあ、ライブの楽しみ方は全く違うので、僕は持ってるペンライトは、ここかな。これ、リアクシン賞なんですけど、19年、コロナ前ですね。で、今回は2021年のバージョンを買いたいと思います。以上です。これから作業します。このまま撮りますよ。あとで倍速再生で。はい、ただいま収録は終わりましたので、これからは会場に行きます。福岡サンパレスですね。今は12時半ぐらい、13時そこに行ってペンライ買って昼ご飯かなって感じです。今行きます。呉服マッチーから歩いています。めっちゃ並んでる。ほら、めっちゃ並んでる。やばい、ペンライがないかも。はい、ここに終わりました。いやー、やっぱり和楽器版のファンですね。みんなコスプレみたい。みんなまだ並んでるけど、そんな感じでーす。じゃあ17時参戦します。それまではコーヒー飲みながら本読みたいと思います。以上でーす。ということで参戦します。入ります。
ました。あーもう疲れた、もう晩ご飯食べたい、帰ります。さて帰るかと思ったら今から友達の家に行きます。ちょっとね、ちょっと寄ってから帰るって感じです。今行きます。